海外に行ってハイボール頼んでも出てこないですよ。一つの日本文化としてこれは持っていけるのかなっていうふうにも思ってます。今年はなんと来ましたね、ついにハイボールを作ってしまいました新しいハイボールです。もともとコンセプトがハイボールに合うっていうコンセプトのフードチップス、はい、だったらハイボールを出してしまえそういうねそうなんですけど、あの和牛マフィアでオリジナルのハイボールは後ろのところにあるこのハイボールなんですけど、これあの税込み1本1100円するんですよ。でまあ超高級ラインのハイボールなんですけど、あのジャパニーズウイスキーの、まあ、シグネチャーの香りと言われているあの水ならというですね、日本独特の木があって、この香りをまとった、ハイボールということで、まあ、これをちょっとコンビニで売られるぐらい の価格帯にするのはなかなか難しいということで、ちょっとコンセプトを変えまして、まあ、柑橘系 の、うん、あの香りを入れたハイボールということで、オリジナルであの試飲を重ねて作ったウルトラハイボールというものも、ポイントからでした。250円税込み250円で、ポテチと一緒にこのハイボールあの飲んでほしいなっていうようなものも今年は作ることができまして、ハイボールはね、もともと別に日本で開発されたカクテルじゃないんですけど、まあ諸説ありますけどイギリスとかで多分開発されて、ただなぜか不思議なことに日本でだけめちゃくちゃ流行って、あの僕も20代の頃からずっと飲んでますけど、なんか不思議なことにすごく流行っているのに加えて、まあさらに最近その先ほど言ったあのジャパニーズウイスキーの原酒不足、サントリーさんとかもそうなんですけど、原酒不足で、まあ例えばあれなんだっけ、アメリカの会社買収したジンビーム買収して、でまあ要は短期間で作れるバーボンウイスキーとかベースにして、あのハイボールをジンビームハイボールとか出したりとかって、そこにあの健康志向の高まりで、糖質制限みたいな文脈が入ってきて、ハイボールっていうのが、まあ、ビールに次ぐ大きな市場っていうものを占めてきてるっていう流れがあると思うんですね。なんであの海外に行ってハイボールって頼んでも出てこないですよ。ハイボールってまずカクテルの名前知らない人がほとんどで、ウイスキー&ソーダって言って頼むと、まあ、本当にあのショットのウイスキーとあのソーダ水と氷が入ったコップが渡されて自分でブレンドして飲むみたいな感じになるんですけど、それってあの昔なんかカルピスの原液を自分でこう薄めて飲んでた時結構近くて、僕30年ぐらい前にカルピスウォーターで衝撃を受けたんですよ。めちゃくちゃうまいなこれと思って、まあつまりだからブレンドの最適なブレンドの比率が多分あると思うんですけど、ハイボールも同じで、やはりその最適なブレンドの比率があるので、缶になったハイボールがバンバンそのね、あのファミリーマートさんとか、まあ、コンビニさんに 出るようになってから相当変わったなと思っていて、それもあの文化としてあの輸出していきたいとか、輸出できるポテンシャルがある、こんだけハイボールを作ってる国はないので、てか日本だけで今海外 あのバーとか行くとジャパニーズハイボールって書いてあるんですよ、はい、うん、だからもう完全にハイボールがジャパンになってるっていう、そう、まあ、ラーメンが日本の特許になったみたいな、そうね、先輩特許になってるみたいな、そういう感じになってますよね。まあ、なので、まあ、一つの日本文化としてこれは持っていけるのかなっていうふうにも思ってます。ポテチもまあね、かなりいいものが、これは世界にどこ行ってもないからね。これでもね、世界販売してほしいっていう声がめちゃめちゃ届くんですよ、海外お客さんそう、それはね、それは